皆さんこんにちは、森谷ドラムスクール大阪高校生の石原匠です。本日はオープンリムショットのメリットっていうテーマで解説していきたいんですけど、リムショットっていうとオープンとクローズドの2種類があるんですけど、クローズドがヘッドを手のひらでミュートしながらフープだけを叩くものに対して、オープンがリムとヘッドを同時に叩く奏法ですね。こんな感じの奏法になります。オープンリムショットやるメリットなんですけど、これ結構ねメリット多くて、まず一つ目がロックサウンドとかギターとかですねが結構大きい音になってるような環境でも力強くて抜けのいい音を出せるので埋もれないっていうメリットがあります。で、二つ目なんですけど、アクセントをすごくつけやすい奏法になってるので、ゴーストノートとかですごいメリハリをつけやすい、例えばこんな感じでミリハリがすごい綺麗に続くかなと思います。次3つ目なんですけど、小さい振り幅、小さいストロークで大きい音を出せるんで、テンポの速い曲とか左手をこう大きく振り上げるような余裕がない曲とかでも音量を稼ぎやすいんで、すごい重宝するかなと思います。じゃあ最後4つ目なんですけど、脱力して演奏しやすくなるってメリットがあって、これどういうことかっていうと、ヘッドだけを叩くと跳ね返ってくるスティック、これをコントロールしようとして変に力が入ってしまったりとか、そういうことがあるんですけど、オープンリムショットするとスティックがリバウンドしなくなるんで、すごい制御がしやすい、結果的に脱力して演奏することにつながるのかなと思います。オープンリムショットのやるときのポイントをちょっと解説したいんですけど、あんまりリムに当てる、この縁に当てるっていうことを意識しすぎない方が良くて、このスティックのショルダー部分、この辺ですね、これを打面に沿わせるようなイメージで叩くと結構当てやすいかなと思います。で、プラスこれ叩くときに手首をですね、ドアノブを回すような感覚でちょっと回しながら叩くと、すると小さいストロークでもすごい音量を稼ぎやすいので、ぜひやってみてもらえたらいいかなと思います。で、これもう一つポイントがあって、セッティングなんですけど、これどうしてもスネアちょっと低いとリムがすごい当てにくくなってしまうので、自分が普段の叩きやすい高さよりも気持ちちょっとだけ高めにしてあげて、角度をね、できるだけ水平に近づけてあげると、すごい綺麗に鳴らしやすいかなと思います。ただ、その反面、このスネア水平にして高くすると、スカってしまう、リムにだけこう、カーンって当たってしまう、確率がちょっと上がってしまうので、あんまり慣れないうちは、スネアをちょっと手前に傾けてあげたりとか、すると、事故は減るかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じでした。オープンリムショットがね、できると、普通の8ビートとかでもすごいかっこよく聴かせられるので、ぜひね、一回試してみてもらえたらいいかなと思います。では本日もありがとうございました。さよなら。